ましょうね。いいですか。はい、じゃあ行きます。1番から。この枠の1スクワットのところに変えていきましょうね。この正方形のね。はい、まず問題を写してください。問題を写してください。まず問題を写してください。枠の中ですよ。1スクワットの枠の中にこれを写してください。ついてきてね。写した。じゃあこれ途中式書きなさいって簡単すぎますって言うかもしれませんけど、まだ書いてない人、急いで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 、もっとついてきてついてきて、もう自学の音でも何でもいいけん、とにかくついてきて、ですか。はい、これ途中式です。これで途中式です。これが途中式。両辺を同じ数で割っていいですよっていう話なんで、3で割りましょうということになりますね。みんながちゃんと書けてるかどうかちょっと後で見せてもらうかもしれないので、しっかりちゃんと書いてください。頭の中で書かないですね。はい、なんで途中式書くんですか。なんですね、高校に入った時の練習ですね。高校めちゃくちゃ式バーッとつないでいくのは答えが出なくて、その練習だって。これはもう確かに暗算でできそうですけど、いきましょう。はい、志安くんどうですか、書いてますか。はい、これ両辺何で割りましょうか。17。そうよね、それと同じ数である。こっちじゃないよ、こっちと同じ数である。なぜ x だけにしたいけどね。方程式は x イコールにしたいから、これを消したいわけよね、約分してね。はい、答えは何でしょう。1ですよってことです。そうです、1です。あ、はい、3番です。まず問題を移してください。まず問題を移してください。ね、さあ x だけにするためには何をかけたらいいでしょう。両辺にかけます。4分の5。そうです、これの逆数をかけます。これの逆数、あのね、 x だけにしたいとやろ。 x だけにしたいけんさ、ここはそう逆数にしてかけたら約分できるんじゃないですか。こういうことですね。x だけにするためには4も消したいし5も消したいので、で4分の5をかけたらいいですよということでした。はい、 x はあとここ途中約分したら1と2ですから、答えは2、5、10ね。1分の10、1を書かなくていいので10ですよということです。はい、4番いきましょう。多分先生はこうしてほしいと思いますよ。まず問題を写してください。もうとにかく問題をさっさとさっさと写すんです。これ上に問題書いちゃうけん、それをとにかく写すんです。あ、そうやね。多分先生はそれ移行してほしいと思って作っちゃったんじゃないかなと思います。先生が作ったんじゃないですか。あ、はい、これ中学校の先生が作っちゃった。こうですね。こう。こうです、こうです。でここまで来たら移行したら符号反対になるよね。ここで来たら何で割ったらいいでしょう。とにかくこれと同じ数で割るだけなんですよ。これと同じ数で割るですね。今回数学は方程式ができんかったら本当に次がいけないんですよ。2年生になってから連立方程式っていうとこ行きますからね。はい、ここから普通の方程式の考え方が出てきます。こうなります。まず問題を移します。とにかく問題を移します。x だけにするためには何がいらないでしょう。そうやね、そうやね。これをこっちに持ってくること。移行したら符号が変わるよね。そう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 。ですね。x だけにしたいき、もう言い方悪いけど、いらないものをこっちに持ってくる。符号が反対になる。足して18になる。はい、ここできたら何で割ったらいいでしょう。6で割ったらいいね。難しくないと思いますよ、本当に。難しくないと思う。3ですよということでした。
ですね。はい、じゃあ6番いきます。はい、問題移してください。問題移してください。問題移しましょう。とにかく問題移しましょう。いらないのは何でしょうか。まずこいつでしょうね。こいついらないからパターン決まっとるけんね。移行して最後終わればいいっていうのが大体普通のパターンなんですよ。まず移行しましょうね。はい、12から6引いたらいくらですか。 6ですよね。10から6引いたら6。あの本当ね、数学苦手な人大変でしょうけど、最初のうち頑張ってついていくわけよ。足が速い人に一生懸命ついていくとだんだん自分も足が速くなるんでですね。遅い人と一緒に練習しても全然速くならないんで、いいですか。だから一生懸命ついてきてください。で、簡単です。 X だけにするために全くこれと同じもんで割るわけ。約分したら1になるけんね。同じもんやったら約分したら1になるけん。はい、あとここ約分して符号だけ注意してください。6は2で割っていくらですか。3ですね。3、2が6ですね。で、答えはマイナス3ですよということになります。いいですか。はい、途中式書き換えがありますね、これね。7番、8番、さあ行きましょう。7番、できます、できます。とにかく練習したらできるんで。3x-15。 はい、文字を左に移行して数字を右に移行しま す。はい、移行したら符号が反対になります。まず問題を移してください。ちょっとカタカタ言って一旦外すね。ね、はい、移行したら符号が反対になります。マイナス 3x、 何も書いてるのはプラスですからね。はい、マイナス15プラス10。さあどうぞ計算してください。はい、X はマイナス6ですよ。ね、これは楽でしたね。一番、どこの中学校の先生もやっぱり必死で方程式できるようにしようとしましたね。先生。はいはい。こっちに書くんですか。あ、この番号が打っちゃうところの中に。こっちに書いてみます。どういうこと？まあ、上とリンクしてないってこと？じゃあ裏に書いてくださいね。じゃあ表を利用したらいいですよ。枠を利用してください。とにかくいいです、いいです。でも今更消してもね、大変かも。大丈夫。はい、行きましょう。これはこっち、これはこっちです。はい、あとちょっと自立してください。どうぞ。まず問題移して、X を左に集めて、数字を右に集めて、もうこれはどうしても超えないか、壁なんですよ、これ。方程式できんです。中学校卒業とかできんです。方程式は絶対、あんたたちが親になったときに、子供から聞かれて、方程式の解けんとか言ったら、まあまあ、まず高校は行けませんけど、これはちょっとやっぱりね、親としてのプライドを保ってほしい。この横に何がついてますか。 1。 1だから1たす3焼き4です。これ政府の数バトルします。どっちが強いでしょう。プラスが強い。だからプラスが何個残るかというと10ですね。プラスとマイナスバトルして打ち消し合いますからね。プラスが10残るってね、ですね。さあ X だけにするために何で割ったらいいですか。4。そうなんよ。こうすればいい。とにかく X だけ残せばいい。さあ割り切れん、割り切れんちゅうか、分数でいいんです。きれいに整数3とか2とか並んでもね。なんで約分したらいいんですか。2。
2と5。だから答えは15。そうです。これ何か知らんけど理科って小数点使いたがるんですよ。で数学はもう分数、しかもなんと小学より楽なのはこれ対分数に全く直さないんです。中学校の方が楽です。中学校は過分数のままでいいです、はい、だから小学校の時分数苦手やった人ね、もう気にせんでいいですよ。中学校になったら楽になるんですよ。はい、右行きましょう。右側です。ほぼほぼこれと同じやり方で X を左に移行して数字を右に移行しますので、ちょびっと自分で自立してもらっていいですか。はい、9番、もうとにかく四の五の言わずに問題を移します。まず問題を移します。ね、本当にそうそう勉強好きな人ってあんまりいないんで、やっぱそんな方が楽しいでしょうからね。だからもうさっさと勉強を片付けて自分の好きなことをやる。だから勉強の時に他のことをやらない。勉強の時は勉強する、部活の時は部活に集中する、遊ぶ時はもう何もかも忘れて遊びに集中するですね。それも気持ちがいいじゃないですか。勉強中他のことするときに注意されるわけです、ね、勉強中勉強しよったらお前集中しようねって褒められますよ。はい、あとはエキスをまとめましょう。でこれで3で約分です。できると思いますよ。これ本番の中間でこれぐらいの問題でも落とした人いると思いますよ。一緒一緒。とにかくここは先生が一番パターンが多い問題なんで、たくさん問題を作っちゃおうと思うんですよね。同じ解き方ばっかりですけど、はい、どんどん頑張ってやってください。どんどんやってください。分数になりそうだね。分数になりそう。ですね、マイナス6で割って、で2で割って、ここはもうちょうど約分して X だけ残るようにしようわけですから、1になるように終点ね。あとこっちだけ2で約分したらいいですねと。まあしよったらだんだん分かってくると思いますけどね。どうですか、中間悲惨な点数やった人ってやっぱ練習足りんかったんじゃないですかね。やき基本的にもう一回テストしたときに結構点数上がりましたよね。なんとね、1回目の点数を思い出したことないような点数でしたもんね。はい、X を左、数字を右です。さあ自分で考えてください。ちょうど割り切れるようになってます。できてますか？大丈夫ですか？で、分かるよね？大丈夫ね？練習中ですか？頑張ってよ。頑張ってよ。はい、あとマイナス6で割るだけです。マイナス6で割るだけです。みかん！ですか？はい、X は
マイナス、そう。6進20進ですね。なし。マイナス4か。大丈夫？ただ写しようだけじゃないですね。大丈夫ですか？理解できてますか？はい、これをこっちこうして、これをこっちこうして。で、お疲れ様です。で、マイナス 7x が、0になります。ここを約分できて、x は0です。できた人、これ x0。できました。早い。一緒。0を何で割っても0なんやね。0は何で割っても0です。で、0です。OK。あ裏行きます。あ、数学や。数学で。あ、0を何で割っても。そう。0では割れないですよね。けど、0を割ることはできます。できます。そこだけね。やば。そんな普通覚えづらいよ。さあ、裏側行きましょう。アサヒくんだってあれ言われるまで知らんかったのし。わからんかねえ。先生の説明はよくわからん。そんな覚えちゃうわけね。さあ、はい、まず問題を移してください。裏側です。裏返ししましたか？裏返しして下さい。で、とにかくさっさと問題を移すんですよ。いちいち変えちゃうとこに。もうここ見らんで、ここ見て移していいんですよ。ここ見て。こう勉強の仕方をアドバイスすると、もうここに問題は書いてあるけん。俺、隣でね、問題を移し間違いをしてしまったんよ。これで、こっちを見て解いた人は正解で、俺がこっち移したやつを見て解いた人が間違えちゃって、あれと思ったら移し間違えたらプラスとマイナスとかね。だから、ここに問題があるときは、これをもうここで移したらいいですよ。いいですか？それが勉強の仕方なんです。さあ、じゃあ1番からいきましょう。何法則ですか？分配法則。カッコがあったらカッコ外すしかないでしょう。カッコ難しくないと思いますけどね。カッコ外すだけ、ね、2、1が2とかね。カッコ外すだけ。で、x を左に集めて、数字を右に集める。リアスタイガはい、ここに何がついてますか？1。2-1は？1。でも 1x って書いたらいかんたい？こう書いたらいかん。これでピンされるね。1は書かないで、x だけ。3-2は1。ここも中、小学生やね。小学1年生かな、引き算。3-2ですからね。はい、じゃあちょっと自立してください。ちょっと自分でやってみてください。頑張れ。できましたね。できるよね。終わりました。うん、正直言ってさ、中間の時なんでできんやったんですか？なんででしょうね。授業聞きよったんですかね、学校で。いや、朝日君聞いちゃった。聞いちゃったって言ってました。3倍ぐらい上がったよね。ね。3倍以上だ。はい、3x-3÷20=9a。ああ、やっぱ写し間違えちゃう。あ、じゃあ俺あっちやね。フラグやフラグ。これ x はここです。-36÷9x。いかいか、本当に。まあ、そんな日もあるんですよね。ちょっとミスが多い日は。言ったらいかんだよね。36+24。大丈夫ですか？本当に理解してくださいね。もう一回言いますよ。3x-3÷24。36÷9x。
括弧はこの分配法則できんかったらもう永遠に数学は0点に限りなく近くなります。掛け算の括弧で括弧を外すだけね。であとは x を左数字を右に集めるだけで、で移行したら符号が反対になるわけでしょね。頑張ってよ、本当絶対慣れてきたら本当楽勝になるんで、すごく楽しいですね。だからあの二中みたいに期末がないとこって、この方程式の中で、あ、中間がなかったとこ、いっぱい計算問題出ると思うんですよね。で、11で15になります。はい、 x は確かに5でした。さっき5って言いましたけどね。はい、次です。3番も同じ、まず問題を移してください。3番、はい、いきますよ。マイナス3が、3が 6x、 マイナスとマイナスでプラス3412できそうじゃない。3412で 5x マイナス5210、まあ、これできたらなんとかなると思いますけどね。こっちこうしてこっちこうするですね。はい、移行しましょう。マイナス 6x マイナス 5x イコールマイナス10マイナス12まで何ですか。はい、大丈夫ですか。はい、でここです。ここ、ここ計算できる。これマイナス11。よかった、嬉しい嬉しい。ひどい人マイナス1中期ね、6から5引きましたと。でマイナス20。そうで、こっちマイナス20。仲間同士ね、足し算引き算のとき仲間同士が増えますからね、バトル宣言ね。味方や味方集まってくるね。さあ両辺を何で割ったらいいでしょう。マイナス11では同じ数で割るんですね。ただこれがこう消えて x が2、そうですね、2になります。 x2 です。いいですか。はい、どんどんやりましょう。なんで中間の時できなかったかと思うけどね。まあ練習してなかったよね。110で、ここに掛け算があります。マイナス30を分配しますからね。ここでスラッシュなんて切れてるんで、はい、80はそのまんま。さあ掛け算しましょう。マイナス何 x? 30x で、マイナスとマイナスで掛け算の時マイナスとマイナスはプラス 30×5 が150。で今回 x1 個しかないので、これもこれもこちらに移行しましょう。文字を左に集めて、本当はイコールの場所揃えなさいってなっちゃうけど、ちょっとこっち書けんけん、ごめんね。イコール大体こうやって縦に揃えると綺麗なんですよ、うん、はい、マイナス 30x だけ残して 110-80-150 ね。はい、マイナス 30x。 さあ、まとめましょうか。マイナスグループまとめたらマイナス何もなる。パワーアップするよね。マイナスプラス、いや、ここだけ集めたら230、中も増えるけどね。で、プラスとマイナスでバトルしたり、バトルしたら、はい、どっちが強いでしょう。マイナス120になるよね。マイナスは強いよね。そうですね。はい、そしたら何で割ったらいいでしょうか。そう、マイナス30で割ったり、もうとにかく俺たちさ、まあまあ五体満足に産んでもらえたやん。もし生まれながらにして目が見えなかった人って残念ながらそれが
解けんたいね、この見えんけん。でも俺たちって全く同じ見えるから、同じもので割ればいいんよ、これ本当に。本当に。こう割ればいいだけです、こうやって。はい。なら X は強いですよということでした。これでいいですか？強いですよ。さあ、ラストです。ラストは何ですか？ね、小数と分数出すよね、当然ね。何倍で10倍です。そうやね、10倍です。はい、10倍です、10倍です。頑張りましょう。ついてくれてます？大丈夫？頑張ってね。過去の中って倍は10倍ってしないんですよ。そうそうそう、外だけでいいよね。外も中も10倍したら結果100倍したことになるんだよね。はい、つまりまず問題を移しました。まあ色はつけなくてもいいんですけど、あと途中式書きなさいやったらこういうふうに10書けましたよっていうのが分かるように先生にアピールするね。ぶっちゃけてですね、あのめっちゃ頭いいやつがおって、何も言うても途中式書かんで答えだけ書き言ったんですよ。だからそいつ疑われたんですよ。お前誰かの見たろうです。ほな途中式かかんて答え出るわけないやんかって言われて、で俺それだけは嫌やろって。自分がしたことを責められるのはしょうがないとして、してないのに犯人扱いされたら嫌やろ。だから途中の式ちゃんと変えちゃったら誰も何も文句言えんけん。まあその通り考えてしたっちゃねっていう、そういうのがあるんです。はい。でましてやもう絶対高校に入ったらとんでもないですから、計算。ちょっとだけ見せますか。これも式書かなどうしようもないっていう。こんな赤ちゃんみたいな問題ないですよ。赤ちゃん。これ赤ちゃんですよ、本当。はい、小数点1書かなくていいですね。1になってね。4個ですよ。で、4を分解しましょう。はい。で、4x-8-2 ということで。はい、こっち側に行きます。ね、x を左に移行したら、符号がマイナスになります。あら、分数になりましたね。この横何がありましたかね、しつこいけど。1。1から4引いて、マイナス3。マイナス3。ね。はい、x だけにするためには、マイナス3の割る。そうですね、マイナス3で割りましょう。でこれをこう約分して、はい、符号はマイナスとマイナスで割るから、マイナスは、うん、プラスになるよ。マイナスマイナスだね。はい、3分の10でした。できそうな気しますけどね、みんな大丈夫と思いますよ。はい、まず問題を移してください。ラスト3台です。頑張って。ラスト3台。これってはい、6番って4と2の最小公倍数です。いや、ああそうなんです。4と2の最小公倍数ですけど、ぶっちゃけ4、まあ、そうですね。そう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 、最小公倍数かけたらいいですよ、その通り。はい、全部4かけてください。これは途中式ね。どういう考え方しましたかって、これが途中式。はい、あとは約分。これ小学校の時にこの途中約分とか習ったよ。はい、ね、整数かけ分数ね。で、1分の1焼き 1x-c1 が c。 はい、これは約分して、ただの 2x か、ね、2x ですよね。はい、これこっち移行しましょう。これこっち移行しましょう。 x-2x イコールプラスの4ね。 x はあ、ちょっと惜しかったね。これ1から2引いたらマイナス 1x の、そうそう、まあここまで来るよね。でこれ x だけにするために何が邪魔になってます？そうなんよ。だけまあこんなイメージ、こんなイメージです。 x はあらマイナス4。そうじゃあね、ちょっと横にちょっと練習しましょう。例えばこうだったら x はいくらですか？x はマイナス2。そうなんよ、実は
両方とも符号を変えたらいいわけ。じゃあ例えば、例えばこれだったらどうでしょう。X は5。そう、だいぶ慣れてきたね。よし。そんなもんです。そんなもん。はい、練習したらできる。こうなったらマイナスになりますよってこと。これ練習。ね。ラスト 2? ラスト2です、ラスト2。これも最初ポカイスですか。最初ポカイスです。分かってます。最初ポカイスです。ラスト2。で、こんなのをしよったらちゃんと中間します。取れますから、本当に。日頃の練習ね。本当に日頃の練習をしっかりサボらないでやるっていうね。先生がやっぱり出しにしちゃった宿題とかプリントはがっつり練習しよったら大丈夫ですよ。さあ、何をかけたらいいでしょう。ありがとうございます。その時にここにカッコをつけるんですよ。そして10をかけてください。はい、こうかけてください。頑張って頑張って頑張って。はい、途中訳文します。途中訳文。はい、そしたら残った一文のは書かんでいいきね。残ったのを括弧の前に書くだけなんですけど大丈夫ですか。いけそうですか。10かけて訳文した残った数字を括弧の前につけたらいいです。1と2、1と5へ。いいですか。で、ここまで来たら分配しましょう。ここまで来たら分配しましょう。はい、頑張ってください。4x+5=5。はい、これこっち。はい、どっから5を引いたら、どっから5を引いたら1。うん、で、こう足したらね、変な数字やけどもしょうがないね。ラストです、ラストです、ラストです。ラストです。はい、まず問題を移してください。とにかくさっきから言う問題を先に移します。ね、問題を移したら頑張ってね。ラストラスト。何かけたらいいですか。100やね。100、100。これを整数にしていく。そう、整数にしたいので、100をかけたら約分できて整数になるけどね。はい、じゃあ約分した後の式を書いてみてください。約分した後の式を書いてください。約分した後の式を書いてください。かける100ですよ。分数で分母に100だったらかける100。あ、はい、そうそう、あのね、今あんたが言うのはね、多分これと勘違いして発表しましょうって。これはこうない。だからこれを消したい時、消すためにはかけて途中訳文、これをこうしたいんです。こう、はい、そういうことです。はい、訳文したら、はい、プラス何でしょう。 3x、 はい、イコール 7x ね。はい、これをこっち、これをこっちです。いいですか。ですか。はい、3x-7x=-500 ね。はい、-4x が -500。 はい、何で割ったらいいでしょう。-4。これはもちろん消えてくれるでしょう。で、これマイナスをマイナスよけんプラスになるけん、暗算が苦手な人もこれでいいと思う。これでいいと、いいと。マジ C1 が4、50、C が8、20、45、
125です。できた人。はい。できないよ、はい、はい。はい。500字ほど忘れてただけ。ですね、500ですね。はい。じゃあですね、今、英語は皆さんどこ行ってますか？ちゃんと教科書違うか。どうでしょうか？英語ね。教科書違う。今、長い短いです。長い短い。はいはい。長い。レッスン。ああ、ワードツリーね。長い短いね。じゃあ、みんなにレッスン5のやついりますか？レッスン6もいりますか？あ、先生もあります、ね、あ、自分はね、あの人ですね、勉強しに来たんですよ、この前。で、これも英語のやつをこっちに書いたんですよ。あ、なんかちょっとやる気が出てきたなと思って。誰ですか？県大会の朝日です。そうなんです。なんですよ。じゃあですね、ちょっとアンケートですけど、今度用意しておきますけど、今日ここに書いて練習しましょう。ね、はい、じゃあワードツリーいきます。ワードツリー。はい、ノート出してください。お、あと7分。頑張ろう。7分頑張ろう。長い短いとか単語の練習だね。単語の練習ですね。はい、ノートを出してください。頑張って、頑張ってノート出して、ノートノート。自覚ノートでも何でもいいですよ。はい、いいですか。出しましたか。はい、準備が終わったらいきます。ワードツリー。単語の木っていうやつですね。単語が木になってるようにたくさん出てくるということでしょう。短い鉛筆と言いたい。短い知ってる人。はい、そう、ショート。よっしゃ。かけるか、あとかけるだけやね。きます。でも、鉛筆だから数えられる木、あがつきますね。アショーペンソル。そうそう、アショーペンソル。なかなかとてもいいよ。アショーペンソル。ね。短いやつです。アショート。これが短いです。ショート。え、いついらないですか？いついらん。一個だけ。これ。とりあえず、その下に出てくるんですよ。何ですか？この、ディスとか。椅子だと。そうそうそう、使わないんですか？この教科書の通り行きよけん、ここにはないんですよ、はじめ。え、あれ、祭り師教えてない？これ教えてるよ。はい、長い鉛筆いきましょう。長い。いや、だって、いついるやん。そうそう、いない。いらんほどね。ローンペンソル。今日はシャープの集中力がね、この前よりだいぶあるんでいいっすよ。はい、もう何も注意しません。ロングペンソル、長い鉛筆ね、長い鉛筆。じゃあですね、もしこれが鉛筆やったら短い長いなんですけど、もしこれがこうなったら何と訳をするでしょうか。さあ、頭をちょっと使ってください。ハッショーベルディン、小さい、低い。そうやろね。低いビル、低いビルね。短いビルディング、短い建物ってちょっと言わんでしょ。だから、そういうことですね。低い建物。小ビルディングですね。はい。実は、その高い低いもショートロングを使ったりしますよっていう話です。じゃあ、もし、高い建物やったらショートの代わりに何を使うかというと、ロングじゃなくて、はい、はい、あ、はいもいいんですけど、もう一個あるんですよ。 T で始まる。ロー、誰かおらんかな。 T、 トール。おー、来た。あー、トールね。トールです、トール。トール、もともと背が高い地味なんですよね。
もともと背が高いという意味なんですけど、はい。マツリシあれ、あ、つけてなかったな。とりあえず教科書通りで、はい、言ってます。上本先生はもう教科書で覚えます。単語練習はもう別にあんなくても大丈夫。単語練習。上本先生がミスっとったみたいな。そう、独特あの人は。はい、じゃあ今度はですね、小さい大きい行きたいと思います。この T シャツは小さいです。自分書いきましょう、ね、今分かりました。ショートとロングの使い方ね。はい、でも学校の授業中に単語を覚えてください。はい、覚えてください。いや、覚える努力をすればいいです。何もせんよりした方が何らかの形で頭に残るんですね。消しますよ。ですか。朝日くん、まつりしさ、授業中にさ、単語を覚える時間なくない？ない。うん。土曜日ある。ないか。いや、はい。This T-shirt is。is。さあ、これだったらどういう意味になるでしょう。これなんで読みますか、これ。その T シャツが小さい。この T シャツは小さい。正解、スモール、スモール。だから S サイズ、L サイズ、ね、M サイズね。SLM とかね、スモールの形。そうそうそう、マックね。そう。この T シャツは小さいです。まあ、S はあってもなくてもいいです。じゃあね、ザット T シャツ、ザッシーズ、ラージという単語をスペル頑張って覚えてくださいね。ラージ、そうそう。ザット T シャツ液何ですか。このじゃなくて、あのザット液ね。リスがこのザットがあ、なんであーいらないんですか。どこですか、どこですか。だってあので、もう限定視聴者。ああ、いい質問ですよ、皆さん。あので限定視聴者。いい質問よ。あのですね、ここになんであらつかないかっていう質問なんですけど、実は、はい。この T シャツはですね、何もここになければ、あ、つけていいんですよ。何もなければ、ここに This とか My とか私の T シャツとかこういうものがついたらあと一緒に使ってはいけないというルールがあるんです。 T シャツの前にもうすでにこのとかあのとかついてるとき、私のとかついてるときはあと This と My を一緒に使ったらいけないというルールがあるんで、もう限定されたとき、そうですね、使っちゃいけないです。だからこのところで一緒に使ってはいけないっていうのを書いちゃってください。あとディスト前に。すまん、なるちゃん。すね。祭りし言ってないやん。祭りしちゃう。当てんやなって言うでしょ。めっちゃの先生はおかしい。めちゃくちゃ。ということです。いいですね。はい。あとディス、ザット、前とかいうのを一緒に使ってはいけません。だからなかったらアディですよ。なかったらアディです。はい、じゃあスモールラージのスペル頑張りましょうね。さあ最後、あと1台だけさせて、最後あと1台ね。This chair is too low. ね。はい。この too が大事なんですけど、この too 分かる人、これ何なんもじゃないの。とてもいや、じゃない。何なんしすぎる。というわけでします。チェアって何ですか。チェア。椅子。この椅子は？小さすぎる。Oh my god。
ローは7ですか。低すぎる。そう、そう低すぎる。いいですか。2が追徴期、低すぎる。ああ、そうですね。しまった。いや、今日はなかなか押しやすかったですよ。ありがとうね。この椅子は低すぎる。ね。はい、ランナーしすぎるとやこちら。ローは低い。高いは高い。例えば陸上部何ジャンプ中？ハイジャンプ。ハイジャンプ。ハイジャンプ。ね、高跳びですからね。高跳び。ハイジャンプ。私も高跳び。昨日陸上のあのね、女の人の駅伝がありよって、膝骨折して300メーター、もうここすりむけちゃったんですよ。それでもたすきをね繋ごうと思ってね。ここの骨の大きい方が折れちゃったっていう話ね。疲労骨折。すげえ根性と思わんのか。ね、すごいね。俺があの会社の社長やったら、もうめちゃくちゃボーナスやる。なぜ？ものすごい有名になったもん。そう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 。あ、終わりましょう。終わります。はいよ、はい、まず挨拶します。挨拶。はい、せん。はい、行きましょう。